東京パラリンピック、パラピック競技大会、東京パラリンピック競技大会担当大臣の桜田義孝でございます。大臣、ご自身でオリパラ担当にふさわしいと考えるのはどこでしょうか。なぜ選ばれたかは私は分かりませんが、立派に任務を果たすようにしっかりと取り組んでいくつもりでございます。この8011億で指摘された中で、国は国の関連予算いくらだと思ってます。1500円でございます。ごめんなさい、1500億円でございます。蓮舫さんの言う通り、検討してみたいと思っております。蓮舫君。蓮舫です。